こんばんは。今回は6月30日リリース月うさぎの育て方やっていきます。ゲームはね、放置系の RPG みたいですね。やっていきます。暗い夜空に光り輝く月。月には王国を守護する伝説の月うさぎが住んでいたため、夜が来ても光を守ることができました。しかし夜は一人輝く月をいつも疎ましく思っていました。そこで夜の軍団を送り込み、月を闇に染め上げようとしました。月うさぎは光を守護するべく勇敢に立ち向かいましたが、夜はあまりにも強力で、その力の前に倒れてしまいました。ついに月は闇に染まり、光を奪われた月うさぎは力を失ってしまいました。エコを取り戻さなくちゃ。闇を倒しに行こう。お、もういきなり始まるのかな。なんで月を大切にしてるかって、私が月うさぎだってこと忘れたの。これみたいですね、自分のキャラ。あ、放置系だ。本当にキャラ増やすのどうするんだろう。これはただのキネじゃないよ、とっても強力な武器なんだから。仲間どうやって増やすの。ガチャはどこ、これか。とりあえず報酬もらって、はい、どこに行っても真っ暗。はい、強化ね。ああ、これなんかこういうゲームやったことあるな。あの攻撃力とか HP とかね、これ解放されていくんだ。重ねる感じかな、星は。夜とも友達になれるかな。レベルも上げたいとこだね。あとは、はい、次はこれか。はい、装備これくらい簡単だよ。意外と好きだな、この感じ。悪くはないと思う。レビューがね、結構あまり良くなかったんですけど、個人的に嫌いじゃないな。どこに行っても真っ暗。キャラ動かせるの。あ、動かせる、いいじゃん。これはどう進んでいってるのかはちょっとよくわからない。あ、これか。画面の右上で今1の1をやってるん。あ、全部倒していく感じなんだね。仲間、戦闘はオートみたいですね。あー、ここら辺、これでまだちょっと仲間にできない。早く強くなりたい。手伝ってくれる。あ、装備か、これも。これはレベル、はい、悪くないな。早く強くなりたい。手伝ってくれる。あとはこれか。まだだね。あ、メニューがあるな。ポスター、はい。私は月の守護者だよ。これもらって、あ、これまだ受け取りできないのかな。あ、50か。なるほど、 OK。これはただのキネじゃないよ、とっても強力な武器なんだから。はい、嘘、合成、はい。これはただのキネじゃないよ、と覚えるまでちょっと時間かかりそう。でも個人的には結構好きかも。なんで月を大切にしてるかって、私が月うさぎだってこと忘れたの。それはわかるんだけど、仲間をね増やしたいんですよ。特典なんかあるのかな。これはただのキネじゃないよ、一括でもらおう。とっても強力な武器なんだから。これも、これも、あ、動画を見てね。ここら辺課金みたいですね。
俺くらい簡単だよ。あとは獲得アイテムっていうのがある。なるほど、 OK。 ショップもついてる。なんで月を大切にしてるかって、私が月ウサギだってこと忘れたの？この辺動画を見たらもらえるみたいですね。いやでも嫌いじゃないな。これくらい簡単だよ。でも悪くないと思う。結構レビューはなんだろう、古臭いみたいなの書かれてたんだけど、そこまで悪くはないですね。これくらい簡単だよ。むしろ好きかもこういうのは。いや好みがありますからね。もうね、ポリゴンがダメなんですよね。あ、オートね。おお。あ、スキルね。私は月の守護者だよ。今までオートじゃなかったんだ。オートじゃないのに、でもオートっぽくやってましたけどね。スキルは出てなかったんですね。月光の力を見せてあげる。はい、レベルアップ、はい。まだね。10ぐらいまで上げた方がいいかな。まだ。これはただの杵じゃないよ。とーっても強力な武器なんだから。結構ガンガン上がっていってる。ショップ。ショップはどれをしたらいいのかな。あ、これあるのかな。ある。はい、どこに行っても真っ暗。充電。あ、武器だね。これは。はい。戻して。これはい。ボーン。ん？どこに行っても真っ暗。これは入場するでいいのかな。あ、変われるんだ。なるほどね。変わった方が、もう一の位置終わってる感じ。ビリビリ。次行った方がいいのかな。私が月ウサギだってこと忘れたの？はい。あのね、軽いですね。読み込みも、あ、強い。力を見せてあげる。意外と強い。装備に入る。夜とも友達になれるかな。これか。習得？入るのかな。あとはどこに行っても真っ暗。これか。はい。はい、装着？あ、どこにセットするか。浄化する。入れないかな。あ、入った。一緒に夜を退治しよう。あれ、でもまだついてるな。ここも入れてる？あとは？月光の力を見せてあげる。仲間増やせないかなと思ってんだけど。とっても熱いよ。あ、こっちに入ってるわ。さっき入れ替えたら。闇なんて怖くない。右下ですね。最初真ん中に入ってたんだけど、あ、ちょっとやられそうじゃない？あ、違うのか。ドカン爆発！はい。スキル、はい。あ、またもう一個増えた。一緒に夜を退治しよう。真ん中にしようか、じゃあ。はい。終わりね。仲間増やせないかな。月光の力を見せてあげる。なんで月を大切にしてるかって、自分の HP、 このレベルの画面の下のレベル10のこのバーかと思ったら違うんだ、こっちなんだ。この下の赤い丸が HP で、この青い丸が MP なんですね。これが HP と思ってたから全然減らないじゃんと思ったら結構減ってる。ライフレベル上げた方がいいかな。一緒に夜を退治しよう。来た、はい、はい、ミッション。あ、結構や終わってる。一括がない。それでこれくらい簡単だよ。あと、はい、能力レベル上げていくか。レベルいくつあるんだろう。21。メラメラ燃えよ。私の戦いっぷり見た？じゃじゃーん、かっこいいでしょ。仲間を増やしたい。ドカン爆発！早く強くなりたい。手伝ってくれる？ガチャの方がいいのかな。課金だからな。一応あるな。炎
の力で。これはただのキネじゃないよ。とっても強力な武器なんだから。仲間武器。武器なんだよね。仲間は？ドカン爆発！仲間。これはただのキネじゃないよ。ずっと一人でやるのかどうかちょっと。まだ、やられた。があるのに。やられちゃった。今から5分間、チャプターでのゴールド獲得量が 0% 減少。あ、一応デスペナみたいなのないんだ。0% 減少だから。強いよ、ここ。仲間増やしたかったんだけど。早く強くなりたい！手伝ってくれる？よし。あ、動画見たらもらえるんだ。月光の力を見せてあげる！どこに行っても真っ暗。意外と強いな、敵が。ガチャにするか。とっても熱いよ。残念、仲間来てない。次行け。なぜ月を大切にしてるかって。強いんだよ。私が月ウサギだってこと忘れたの？いけないよ、でも。とっても熱いよ。残念、いけないです。私は月の守護者だよ。ポータル出てるんだけど、画面右の上の方、1の3行けってなってるけど、いけないな、強くて。相手が炎の力で。そうです。これはただのキネじゃないよ。とっても強力な武器なんだから。浄化する。完全に本当に放置ですね。炎の力で。ちょっと操作性をになれるのに時間かかりそうだけど。私は月の守護者だよ。好きですね。嫌いじゃないこのゲーム。1の3移動って書いてあるけど、1の3移動できないんだよね。行くための条件があるのかな。メラメラ燃えよ。これ1の2が終わってないからだと思うんだよね。一緒に夜を退治しよう。もうちょっとだね。じゃあ敵全部倒したらいけるんじゃない。今のところ私は月の守護者だよ。装備ついてんだよ。あ、なんか今がある。これユニーク。これを装備させよう。スキル炎の力で。どこに行っても真っ暗。これいける。じゃあこれもレベル2。あ、もうない。アイテム取っても熱いよ。いけないよな。月光の力を見せてあげる。行くためにどうしたらいいかっていうのは出てないんですよね。炎の力で。とりあえず今ここにいるんですけど、こっちにはまだ行けない。とりあえず1の3にまで今行けないので、どうやったらいけるのかちょっとよくわかんないけど、今ちょっとハマってますね。早く強くなりたい。ただ個人的には結構好きです。嫌いじゃないですねこのゲーム。月光の力。ハマってるんで、ちょっとね途中なんですけど、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。